はい、ヤフゲーです。ペルソナ3ポータブルの実況プレイです。じゃあ続きやっていきましょうか。どんな感じだったっけかな。9月6日日曜日か。日曜日、そうだ。やっておきたいこと決めておいたんだ。今日ですね、この丸から入手した、アイテムってなんだっけ、あるかな、赤い万年筆があると、どこにあるのかな、どこにあるんだろう、確か手に入れたと思うんだけど、見当たらないですね。多分あるんだよな、多分あるだと思います。日曜日できるコミュニティがあるんですよね。日曜限定のやつないっすね。あ、どっかにあるんだろう、それな。アイテム、貴重品とかあんのかな。ありましたね。そうなんですよね。これがあると、コミュニティ作れるんですが、それやらずに、ちょっとね、危険かもしれないけど、マックスできない可能性もあるんで、危険かもしれないから、もっと遅れてやります。てか、9月、10月は、多分やらないかもしれないな。っていうのも、恋愛と星を優先してあげたいっていう目論みがあるからです。ワン。はいはい。テレビたまには見るか。フェザーマン R って今やってんの。あ、はいはい。次回、フィッシュ超戦隊フェザーマン R。R の、R はどういう意味なんですかね。フェザーマン、なんだろう。フェザーマン、リトライとか。リなんとかですかね。なんだろうな。フェザーマンなんだろう。第29話、最高の戦い。とばっちりでホーク10勝。だって、最高の戦いってなんだよと思う。ハマる、人気か。ワンしか言わないぞ。前にストレガとの、前にストレガと遭遇した時もルキアの網を抜けられましたけど、もしかしてあれがメディアの拡散能力だったのか。あの時現れたのは二人だけでしたけど、きっと裏にもう一人、あの女の子、千鳥のことね。そうですよ。ストレガ構成員の少女千鳥は、霧城系列の病院に収容。現在、ミツルさんとサナダさんが出向き、尋問を行っているであります。ご両名の不在の間はタラタラスは見合わせた方がいいでしょう。そういう風にインプットされてんだね。元気かね、荒垣くん。女ガルビの罠にはまるとはな。まだまだ甘ちゃんだぜ。おい、白崎リーダーとしてどうだ。あいつ甘いだろ。甘いです。甘くないですよ。先輩はどうなんですか。女が絡むとことが面倒になる。本当だよ、そういうもんだ。他の選択肢。甘いです。心情悪く言うつもりはねえから、もう少しけじめつけてほしいもん。甘くないですよ。そうかい。まあ、それならそれでいいさ。拗ねちゃったよ。ごめんね。そういえば、せっかく日曜日なんで、ですね。せっかく日曜日なんだから、ちょっと自室に戻って、たまには通販番組でやるか。はいはい。みんなの欲の友。生放送大きすぎ通販番組。実家ネット田中だって。今日は何でしょうか？メギド！いや、いらねえな。いらないけどな。脳活性サプリとか何の役立ってんだよ、これ。メギドいいか。課長か。微妙ですね。微妙だけど、まあいいか。実際メギドって使いづらいよな。なんかいつもこれ忘れちゃうんだけど。まあ、いや、今回は。じゃあタイムアップ出ようか。日曜日やっておきたいことは、ですね、長崎神社でですね、今依頼ってどうなったんだっけ？依頼。できたかな？はいはい。楽んだ。カード、他に、いろいろ手に入ったんだよね、前回の探索で。これ、マハタルカじゃなくて、マハタルンダか。マハタルカでも増やしたいけど、マハタルンダ増やしたいですね。こいつは、まあ、最後まで使っていけるんじゃないかなと思うんで。コズムディとか絶対いらないからね。コズムディ捨てちゃおうか。コンボ葉っぱのカードも持ってるんですね。カードのカードか。マハタルンダ、はい、来ました。増やしますよ。
やっておきたいことは、これも込み関係なんですけど、縁結びね。縁結び、これ、おみくじの機能を思い出してありますけど、コミを思い浮かべておみくじを引くと、思い浮かべたコミと仲が深まります。おみくじを引くと時間が経ちます。というわけで、皇帝じゃなかった、星のコミと上げておこうかな。で、次回の活動日にちゃんとランク上がるようにしようかなと思います。真田のコミ、竹馬は次回上がるはずなんで、あれ上がらないんだっけ、どうしたっけ。はい、あ、そうだ。で、これ副作用があるんですよね。おみくじ、中吉。センス違いました。あ、よかったよかった。中吉でよかった。これ、強だとか、大凶だとか、引いちゃうと、体調が悪くなっちゃったりするから、それが副作用ですね。はいはい、日曜日ですね。俺、恋愛のランク上げたかな？ちょっと待ってください。今回活動しますけど、もう一回実質行って、カレンダー見ると記されてるんですよね。待ってください。真田コンビ、3組あげましたね。はいはい。やってないですね、恋愛。恋愛は次の活動日に上がりますね、っていうことは。よしよし。じゃあラウンジでも撮って、じゃあみんなの話を聞こう。日曜の夜は、コミですね。今、疲労状態。あ、今、疲労状態か。そっか。疲労状態っていうことで、勉強しても効果が上がらないんで、コミできますけど、この話は聞いたなあ。この丸もできるんだな、日曜日って。え、日曜できるんだ。あ、そうなんだ。それはちょっとチェックしたかった。どうしようか。今日はアマダが一緒に行ってくれそうだか。アマダのラン、あのコミも上がりそうですね。これコミっていうか、コミポイントね。誰かに任そう。純平、今回はマジばかりはマジっぽいよ。こういう時ってさ、同じ国としては実際どうしたらいいんだろう。励ましてあげる。励ますか。でもなんて言ったらいい。今日はいないのかな。前にストレガと遭遇した時もルキアのこの話聞いたな。はい、この話は聞きました。次、元気かな。ストレガにバックアップ、ストレガにバックアップ役が存在するのは脅威だと言えるだろう。しかし今その役回りである彼女はこちらの手の内にある。これは非常に大きなアドバンテージだ。今後も有利な展開が期待できるだろうね。まあそうだな。確かにな。まああいつらとはいずれ C を消するだろうけどね。一人になりたいか。そうかそうか。じゃあ、タイムアップ出ちゃおう。確か当のペルソナって持ったっけ？ちょっと待ってください。ペルソナ4持ってないだろう。ないもんな、見た目でない。ないですね。コミュ、でももう少し上がりそうなんだよね。最高まで上がりそうなんですよね。これか、今ランク9ですからね。もう早めに等の、コミュがマックスになってしまえば、夜は割と自由効くんで、勉強する時間も捻出できるかもしれないですね。なんかもらえるかな？元気かね？やあ、子猫ちゃん、君が来るの待ってたよ。今夜は僕が君を素敵な魔法をかけてあげたくなる。クイックパンプス。はい。それも高いヒールじゃないよ。ここからスタートというかさ、努力した女性だけがレディになれるんだ。あー、楽しみだね。ちょっと待って。装備品だよね、これね、どう？今、暁の具足とかいうすごい、とんでもないもの装備してるみたいだが。あ、上がりますね。いいじゃん、これ。残虐回避はかなり上昇。いいですね。じゃあ、これつけちゃう。ありがとうね。ありがとう。じゃあ、具足どうしようか。具足はね、荒垣さんにつけとくか。今、ジェットブーツとかいかがわしいものつけてるから。これ、非常に頑強な具足。これでいいでしょ。おめえさんか。よしよし。なんか上がるでしょうか。上の頭はスポンジみたいだな。言うこと全部飲み込みやがる。なんか上がらなかったが、まあ、次の活動日に上がるでしょう。ペルソナ用意しておくんだったかな。7日ね。
7日月曜日か。はいはい。千鳥って子、全然話をしようとしないんだよ。あんなことがあったのに、純平彼女のことすごく心配してる。一体どうしたんだろうね。純平らしいね。そうだよね。でもちょっと心配だな。そうっすね。はいはい。大丈夫か？なんだ？それは俺だって。今すぐにも病院に押しかけたい。でもそれで下手打って出入り禁止なんてくださいそれこそ目も当てらんねん。畜生。今少年場っぽいなぁ、夜なの。月曜日はどうしようか。皇帝星、除去効果。あれ星できないのかな？誘いに来なかったですね。コミ開けた。あ、そっか。サナダも今、活動できないかな。なんだっけ、千鳥のとこ行ってるからかもしれないですね。ちょっと、いるかな。いないですね。そっか。ってことは皇帝かな。除去効果できるけど、まあ皇帝でしょ。皇帝のランク。今8か。よし。じゃあ今日上げてしまおうか。他にやることないもんな。生徒会室。ペルソナが用意したしね。なんか上がりそうだし。はい。仕事こなしました。以上で風紀委員の予実報告っていうのが終了する。小田切が耳打ちしてきた。平崎くん、定例会が終わったら少し付き合ってほしい。生徒会の定例会が終わった。副長、わざわざすまない。君に話したいことがあって。男子トイレのタバコの件は不問になるそうだ。僕の全校生徒の尋問が問題視された。次期生徒会長の推薦発射で、あの体育教師にそそのかされてやったことで、教師に反抗して出世の機会を逃すは、生徒みんなから不信がられる。秩序だの何だのと大義を掲げたが、結局僕はただの権力欲の亡者だった。自分を責めないで。生徒会長が君を生徒会に推薦したわけがわかるような気がする。君の言葉には安易な同情なんかじゃない。他者を気遣う優しさを感じるんだ。小田切は感心した。秩序の構築は人々の信頼と成り立つ。信頼は強引にもぎ取るものである。あの体育教師が君を疑った時、無能な強権者の脅威を感じた。歪められた事実によって大事な人が切り捨てられる脅威をだ。平崎君がいなければ僕は暴君となっていた。ありがとう。小田切にとても感謝だ。小田切と仲が深まってきました。ランク9ですね。あと1個か。そろそろ暗くなってきた。あの教師も案外鈍才でもないらしい。女に骨抜きにされて。確かにそう。白鷺さん。どうやら僕は君に惹かれているようだ。極端に言えば好きということ。何を努力？僕だって人並みの感情はあるさ。返事はいい。ただ伝えたかっただけだ。今は君にも僕にもやることがあるから。しかし、いつか僕自身に満足できる日が来たら、もう一度言おう。だから、その時まで、僕は夢を見ていられるというわけ。さあ帰る。やった。やった、俺あいつ好きだからな。ただいま。はい、キリチョウ先輩たちはまだ病院に用があって帰りは遅くなるって連絡がありました。あの千鳥って子全然口を聞かなくてキリチョウ先輩困ってるみたい。タラタラしていくのはこれが落ち着いてからになるんでしょうね。やったね。ユミコはこのゲームで初めて好きって言ってもらいましたね。やった。いや、いいよね。小田切さんかっこいいと思うね、結構ね。いやー、仲間とペルソナ使って仲間だったらなって思うんですけどね。はいはい。っていうわけですね。ランク10になった時、恋人とかになったりするのかな、これ。なんか、エピソード USF では、恋人ができたんだけどね。まだそういう展開ないんだよね。そうかー。
まあ、恋人は一人にしたいけどね。先着1名様ですかね。ね、何人も作るってのはあれかな。やっぱ道徳的にあれかもしれんね。収録時間15分ですね。じゃあ今回切ってしまいますかね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。